お願いします。もうこの間ね、はいはい、渋谷に買い物行ってたら、はい、パルコ入ったんですよ。パルコに入ったんですか。パルコ、渋谷のパルコ行ったら、はい、真っ黄色のジャケット着た、はい、三河天一さんっぽい人がいて、ぽい人ぽい人がいて、はい、遠くから見て、あれこれ絶対三河天一だなと思ったんですよ。まあ、やっぱ三河健一っぽい人がいたら、はい、自然と人間って周り見て噛んだうのを探すのよ、はい、一緒におるイメージあるから、はい、噛んだうのおるんちゃうと思って今度噛んだうのを探していなかったんですよ、はい、じゃあ違うかなと思って、はい、で3人ぐらいの女の人と三河健一っぽいおっちゃんがおったんですよ。おー、でもなんか取り巻きみたいなね、感じで絶対そうだなと思いながら、はい、ずっと気になったまま、はい、まあ、目的の3階上がっていって僕は、はい、でもずっと気になってたんですよ、はい、どっちなのと思って、はい、でもまあもう一回帰ろうと思って降りていったら、はい、ちょうど上りのエスカレーターでその三河健一っぽいおっちゃんがクーって来て、おほんで、はい、その時にその取り巻きの女の人のところに、はい、上がるわよって言ったから、これ三河健一や、三河健一や、答えがすぐ分かったんです。もう上がってんのに上がるわよって言うの遅すぎるやん。わ、これ三河健一やと思ってめっちゃテンション上がって、わ、すごいですね。さすが東京やなと思ってね。すごいね、うん、東京やっぱ見かけますね。見かけますよ。なんか前も見かけた言ってませんでした、家帰ってみたいな。あ、はいはいはい、はい、家帰って、はい、それはあのまっすぐな男っていうドラマがあって、おで、その時にドラマ見てから玄関当てたら、はい、ほんま2分で佐藤隆太がいたんですよ。すごいね、もう主演のね。なんか窓開けたら誰かいたみたいな言ってませんでしたっけ。あ、窓開けた時は家で窓開けたら、はい、真っ赤なチャリンコに乗った佐藤蛾次郎がいた。それレアやな。なかなか、ね、真っ赤なチャリンコ乗ったら佐藤蛾次郎さん見えないですもんね。そう、今日渋谷でルナシーの深夜見たし、はい、すごいな。引き寄せるの見るやん、ほんまに。絶妙なラインを見てくれるよ。そうやん、見たい、深夜やと思った。見たいってね、見たい、うん、見て人に言いたくなるラインですよね。そうラインっていうのもあれですけど、うん、見たいですよね。めちゃめちゃ得した気分です。わかりました、また今後見たらまた報告してください。見たら報告します。お願いします。さあ、この番組はですね、うん、秋葉原などで活躍するですね、まだ日の目を見ていないアイドル、通称モグラちゃんたちを毎週一組ピックアップしまして、時にいじって時におだてて、モグラちゃんたちの知られざる姿を表に出していこうという番組でございます。さあ、今週もですねゲストが来てくれております。はい、では早速本日のモグラちゃんを、おモグラちゃんはまだ潜っているということで、潜ってるだけで、まだ控えてるだけですから、今回まだ潜っております。あ、そうなんですね。そうです。いや、毎週ね、いろんな方が来てくれてますからね。うん、いや、もう結構お会いさせてもらいましたよね、もう。はい。そうですよ。うん。もう、でもパッと思い出すのは、なぜか拳銃少女のことばっかりなんですよ。まあ、僕も拳銃少女です。不思議ですね。はい。拳銃少女まだデビューして2、3ヶ月ぐらいしか経ってなかったんですけど、ね。そうですよね。ね。で、お一人で来て。お一人で来て。どうして思い出してしまいます。ね、さあ、それでは本日のモグラちゃんをお呼びしたいと思います。うん、本日のモグラちゃんはですね、ネガティブとポジティブを自在に使い分けるニュータイプアイドル、チョコバニーの皆さんです。どうぞー。あ、どうもこんにちは。どうもよろしくお願いします。こんにちは。お願いします。あ、どうぞ。さあ、今足だけ映っておる状態で、はい、映っている状態でございます、うん、さあ、チョコバニーのお二人よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、なぜ足しか映ってないかと言いますと、この番組はユーストリームの視聴者数によってですね、モグラちゃんたちの見える範囲が変わってくる番組でございます。まず最初はですね、足だけで時間経過とともに規定の視聴者数を満たしていればどんどん見えていきます。10分後には下半身、15分後には全身披露となりますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、いやー、どうぞどうぞおかけください。はい、靴もまだ可愛いわけでですね、まず、はい、じゃあそろそろですね、視聴者数の方を確認していきたいと思います。10分経ちましたので、うん、ここで視聴者数をクリアしていれば下半身まで披露ということでございます。はい、さあ、まずはですね、15人クリアしたら、視聴者数下半身まで披露ということでいきましょう。今ご覧いただいている方は14人。ダメです。いやなかなかないペースですよ、それ。ダメです。今ちょうど15人やったんですよ。はい、ね、はいはいはい、大体この数字を言われて僕は見るんですけど、はい、15人やったんですけど、言う直前に1人減ったんですよ。なかなかですよ。はい、だから見てた15人の人が15人クリアしていれば、危ない危ない危ないって1人抜けたんですよ。危ない危ない、クリアクリアなると、やりうるな、はい、抜けた人がいます。うわ、はい、というわけでまた数分後にですね、はい、15人クリアしましたら、今恐ろしい速度で右肩下がりで人数が減っていってますよ。マジですか。
はい、今12人にまでなりました。これはなかなか珍しい。15人始まって以来足首だけで終わるかもしれないですね。これはすごいです、ね、ちょっと数分後にまたですね、チェックしまして15人を超えてたら川島までクリアということにいたしましょう、はい、さあ、というわけでですね、今日明るくやってるなさあ、わかりました。というわけでですね、先ほどの視聴者チェックの方もう一度行かせていただきます。15人を超えていたら、下半身まで、クリアということでございます。今の人数ですね、16人クリア。さあ、というわけでですね、下半身の方を披露していただきましょう。どうぞ。さあ、ちょっとね、せっかくですからね、やっぱり、はい、大じゃないですか。おー、ああら、もうセクシーセクシー、今のセクシーですか、今のライブは。あ、綺麗な足ですね、やっぱりね、さすがアイドルね。さあ、足まで見えたところで、じゃあ続いてのコーナー行きましょう。視聴者チェックをあげよう、しりもじゲー、焼き鳥大好き。さあ、わかりました。それではですね、しりもじも終わったところで、ここでですね、再び視聴者チェックいきたいと思います、はい、視聴者チェック20人を超えていたら全身披露ということでございます、はい、現在の視聴者数が22人。おー、チェックだー、おめでとうございます、はい、というわけでですね、お二人の全身を映していただきましょう。どうぞー。さあ、全身どこまでって言わない全身だ。ありがとうございます。さあ、改めまして、チョコバニーのお二人です。よろしくお願いします。さあ、お願いします。ねえ、似顔絵の方、描いていただきましょうか、はい、持っていただきましょうか、はい、はい、さあ、見比べていただきましょう、はい、でも、こうやって見たら、ハルルがめちゃくちゃ似てますよ。似てるですよね。すごい似てるやん。チークか、チークが。そうですね、うん、ね、個性的なチークが。本当だ、すごい、だいぶ個性的なメイクですよね。そうです、ね、ほんと焼き鳥屋の帰りみたいになってますよ。だいぶ飲んだみたいになってますよね。はい、なるほど、ナナピョン、ね、ナナピョンも可愛い仕上がりね。二次元でねえ。いや、でも今日の服装に合わせてイラストも描いてくれてるんですね。めちゃめちゃ上手いですよ ね, ねえ、よろしくお願いします。さあ、はい、改めてねえ、子犬に接するみたいな感じでしたね。ペットに接するみたいなね。さあ、行きましょう。さあ、ハルルがですね、ポジティブ担当、ナナピョンがネガティブ担当ということなんですけども、まあ、改めて、じゃあ2人に自己紹介していただきましょうか。はい、ね、お願いします。はい、はい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 、ハッピーヤッピーヤッピー、なんとかなるので頑張れる超絶美少女ファッション芸人のハルルカです。キラッ、すごい。もちろん行っちゃってください。いつもね、ライブの時すぐ入るからね。なるほど、すぐ入っちゃってます。はい、チョコバニーのネガティブ担当、まったりネットゲッチュ、ノラちゃんこと荒木奈々です。よろしくお願いします。本当に両極端ですね。そうですね、はい、ハルル見て後やったら余計静かに見えます。すごいですね、2人キャラが立ってますね、やっぱりね、さすがでございます、うん、さ、天元の顔も出るんで、その顔を一つ上げてあげてください。じゃあ、わかりました、じゃあ僕が顔を上げましょう。顔を上げてください。ちょっとね、もう僕から取りすぎですよ。今日ね、じゃあ僕顔でね、はい、いきましょうね、はい、あそこ行きますよ、はい、超絶美少女の B は美少女の B、この淡水魚みたいな顔あります。これあげます。これあげますか。練習で。はい。これはもう、あの、口をまず尖らすのね。はい。口を尖らして、そして上を向くと。はい。あ、いいですね。ちょっとそれ、あ、それいい。あ、それいい。いい。あ、いい。ちょっとじゃあそれを込みでもう一回じゃあ、はい、はい、ありがとうございます、はい、いきます、はい、はい、
変わってきました、ね、おかしい、なんてと違う、もう自分のアレンジ加え始めた。これね、もう顔はね、意外とね、正面でも面白いですよね。これぐらいでいいの、これぐらいでいいの、ちょっと下でもいい。あ、これこれでいいですよ。あ、これ寄り目で、寄り目でね。あ、いい、寄り目